こんにちは。今日はあのコメントいただいて、この間あれ出したじゃないですか、足会議中にとか、はいはい、授業中にやる足痩せみたいな、座ったままやる、座ったままやるやつ、はい、でも立ち仕事なんですけどみたいな、私立ち仕事だからできませんみたいに言われて、はい、じゃあ立ち仕事中でもできる、立ち仕事中じゃなくてもできる、電車の通勤中暇じゃないですか、ちょっと暇ですよね、はい、だからちょっと座らないでこれをやって足痩せの時間にしてはいかがでしょうか。もう本当一日どこ行っても足痩せですね。そうですよ、もう足痩せからは逃さないですそのぐらい本気でやればね痩せるんで、あの足痩せっていうか、まあ、全体的にそうなんですけど、めちゃくちゃ重要なのは骨盤なんですよね。骨盤の位置が正しい位置にないとなかなか代謝って上がらないんで、骨盤の正しい位置の作り方をまず覚えてもらいたいんですけど、こう上に自分がヒュッて引っ張られてるかのような感じでまっすぐ立つ、つま先は浮かさないで、そうするとなんかここがめっちゃ疲れるはずです。ここが、これが骨盤が正しい位置にあるはず。この姿勢をまず作ってください。これで歩いてればね、足痩せ結構するんで、普通に。だから普段歩くときはこれでこうやって歩くといいです。で、こう立ってるじゃないですか。仕事中でも電車の中でも。こう姿勢をキュッと保ったら、足をキュッ、キュッ、キュッ、キュッって。これを1分間、今からちょっとやるんで、一緒にやりましょう。はい、じゃあ数えます。はい。よーい、スタート。はい。足をこうやってやるだけです。こうやって。もうね、こうやってつり革つかまりながら。で、この時に姿勢をこう丸くしないで、足をしっかり伸ばして、こうやってポンポンポンってやるわけ。さっきの姿勢を保ちながら。そう、めっちゃ姿勢よく。もう上に引っ張られてるぐらいな感じで。もう、こんな感じです。もうね、なんかしながらでもいいですよ。なんだ。踊ってるみたい。これでも、すっげえ熱くなるんで、これだけ。そうですよね、なんか簡単そうに見えるけど、それを1分間やってるわけですもんね。そう、でもう本当、本当にね、姿勢崩れないで気をつけてください。これやっぱちょっとすぐ丸くなっちゃうんで、上にこう引っ張られてる感じは絶対いい。もうこれがポイントです今回で。足をしっかりね、しっかり伸ばす、膝を曲げない。こうやってやりたい。 OK、 1分経ちました。はい、 OK。 さあ、ここで姿勢を正していきます。はい、スタート。どうですか、そんなんで痩せるんですか。やってみればわかるよ、多分これ金子できない。嘘。電車の中でこうやってやってごらん。足だけだからさ、どう、電車の中でこういう人いたら。いや、むしろやってるかどうか気づかないんじゃないですか。気づかないよね。多分気づかない、バレない。でも、あ、何やってんだあの人って思うよね、一瞬。あの人なんかダンスの発表会があるのかな。練習してんだろうなみたいな。バレリーナかなみたいな。はい、多分そうだと思いますね。はい、これちなみにこっち足の内転筋を動かしたりしてるんだけど、実は軸足で立ってる足がめっちゃ疲れる。両方疲れるし。いいですね、それは、はい、一石二鳥だ。そうです。なんか別にあれですもんね、目的地までずっとそれやっててもいいわけですね。いや、だって超人だよ、超人。マジやってないからさ、はい、何とでも言えるじゃん、はい、これめっちゃ疲れるからさ。マジっすか。はい、 OK、 1分経ちました。 OK。 軽く足ブラ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 ってさせてください。ブラ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 、乳酸溜まっちゃう。ブラ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 。で、今もう内転筋と前ももめっちゃ使ったんで、今度は横と裏のももを少し使いたいんで、さっきこう前でやったじゃないですか、はい、今度後ろでこうやってやる。ちょっと足を後ろに引いて、ポン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 、このまま1分間いきますよ。いきます。はい、じゃあ数えます、スタート、はい、姿勢を伸ばしたまま後ろで、もうこれぐらいやったらさ、バレないよね。絶対バレないです。そう、すごいこうね、またバランスをね保つのがめっちゃ難しい。しかも電車は揺れるからなお。そう、もう俺足やばいかもしれない。へえ、そんな効くんすね、それ。めっちゃつらい。姿勢絶対崩さないようにしてください。どう、もうなんかバレリーナみたいです。バレリーナみたいです。バレリーナみたいです。俺もうどうですか、横断歩道で信号待ちにやるっていう。手必要ですか。手いらない、手いらない。いや、一応ほら上に引っ張られてる感じは。なるほどなるほど。そうそうそう、大事なポイントを、ポイントを絶対手があれば忘れないでしょ、はい、確かに。
今信号待ち、信号待ちしてる程度。今信号待ちです。あお待たせーって。あーもう、バレない。横断歩道の向こうの友達を待ってる間に。もう全然足元なんて見ないからバレないですね。そうそうそう。OK、1分経ちました。めっちゃ疲れた。そこの逆。後ろにセット、足を少し伸ばして。後ろにちょっと引いて。はい。では、用意スタート。そっと、前、そっと、前、そっと。もうこれめっちゃ、ハムと、この外側の、外側効いてるんで、もうこれ足、太もも全身に来てますよ。で、何気にこれ、ふくらはぎ、前傾骨筋も使ってるんで、全体的に足痩せになるんで、すごい。やっぱこの姿勢をね、絶対に崩れてくるんで、疲れてくると。崩れない。あれじゃない？全校集会でできるじゃん。あ、もう余裕ですね。ね、校長先生の話こうやって聞いて。真剣に聞いてるようにしか見えない。そう、で、すごいこう、もうだって、これ真剣な顔にしかならない。もうずっと真剣な話して、もう校長先生を見つめながらやる。最近ほら、ズームの会議とかで、上半身しか映るんですよ。はいはいはい。だから下半身はもういい。あ、もうわかんないですよ、これは。なるほど。あ、その企画いいですね。はい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 、真剣味が伝わる。はい、オッケー、1分経ちました。で、終わるとこうなんだよ。終わるとこういう顔になっちゃうから、はい、終わってもこの顔を絶対に見せないよ。あ、確かに。すごい、足ブラブラブラっとリラックスで乳酸を流して。これね、足痩せのメインでやるというよりは、本当にちょっと外出先で少し暇だな、でもなんかやりたいな、ちょっといい運動したいな、足むくむなっていう時なんかにこれやるとすごいいいと思う。ぜひこれをやって、足痩せの時間をなるべく作って。もうここまで足痩せのこと考えたらやばくない？やばいです。今だって会議中やって、朝起きたらやって、寝る前やって、で、この間もうがっつりやるわけで、お風呂入る前に、お風呂入る前に、はい、移動中電車の中でもできるし本当に逃げ場がない、逃げ場がない、逃がさないぜひ頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。